こんにちは。こんにちは。毎日夕方5時に更新しております。今日のアクセサリーのお時間です。です。今日放送。はい、よろしくお願いします。今日はね、はい、これですわ。モンストの総選挙ケース。総選挙ケース第3弾になりましたね。イエーイ、はい、超かわいい。モンスト総選挙、一応さらっと説明すると、はい、10人のピックアップされたキャラクター、お気に入りのキャラに投票してもらって上位5人がケース化されるという企画でございます。今回ランクインしたのはこちらの5名となっております。これね、今私初めて、もの見た、この、もの見た。そして、この順位、今このランキングの中から誰が5位にランクインしたのかも今初めて見たの、で、やっぱりこの5人かと思った、あ、納得、納得のランクイン、まあ、これ実はね、モンフェスの日に公開されてると思うんですけど、モンフェスの前に撮ってるんですよね、はい、で、先日24時間モンストの耐久2個のものがあって、その時に誰が1位になるかっていうのを私とパナエさんと村井さんと3人で予想して、その絵を描くってやつをやったの。ほう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 。その中で村井さんは1位がルシファー神化だった、はいはいはい、で私的に多分1位だろうと思ったのは天草の神化だった、はい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 、そしてパナエさんが1位と予想したのがウンディーネの進化だった。だから3人ともで予想したやつがね、5位以内に入ってるっていう、すごいと思った。すごいじゃないですか。その3人が予想してない中でも、さくらと、茨城童子の神化、それぞれ、はい、入ってます、はい、超かわいい。でこれ、印刷のクオリティすごい高いんですよ。高いよね、これね。ちょっとこうマットな感じになっているので、透明ケースなんですけど、ちょっとすりガラスっぽいね、仕上がりになっています。でね、この色見て綺麗じゃない。綺麗。このさ、背景のさ、淡いグラデーションとかもすごい綺麗に出てて、いいですね。めちゃくちゃロゴがうっすらと入ってんだね、うん、そうそうそう、めちゃくちゃクオリティの高いプリントのケースとなっておりますよ。というかこのキャラがいつもモンストの画面の中で小さいのでしか見てないけど、天草をこんなに大きく見れるのがすげえ、もうきめ細かい、てか絵が綺麗ね。天草かわいい、かわいすぎ。私こっち使ってるわけじゃないけど、私使ってるのは通常進化なんですけど、イラストは神化のこの頭巾かぶってるのが超かわいい。すごい書き込みもさ、全然潰れたりせずに細かい線も出てて、このね、こういうとこ見てほしい。目の中のハイライトとかもですね、あー、ピントが合わない。記事の方で写真でお見せしますので見てください。目の中のハイライトとかもね、ちゃんとあって、さくらとかすげー、線が細かい。細かいよね。この羽の、羽とかもこんな綺麗やったんか。背景の方の花びらのラインとかも、ね、かなり細かく書き込まれているんですよ、さくら。でちなみに私はまだランキングをこの時点では知らないし、はい、ちょっとランキングは後でファンさんからちょっと紹介してもらうんですが、やっぱりもう私は1位と予想した天草、これが欲しい。どれがいいかっていうと天草が欲しい。これすごく可愛いよね。私もこの子好き。天草、ファンさん的にも一番天草可愛い、好き。青系、同じ青系だとウンディーネも青なんです。そうだね、ウンディーネ持ってないから、欲しさでちょっと天草の方が、ちょっとね、眠そうなね、垂れ目な感じが可愛い。このかわいい。ちなみにですね、下まつげなのかな、ちゃんと生えてますよ。あ、ちゃんとね、あるね。これね、細かいディティールはね、すいません、動画だとピントが合わないので、全部記事で写真でお見せしますね。いいよね、これね。そろそろみんな、そう、マットな加工が触り、滑りにくいっていうのもね、非常に魅力的、まずイラストに目がいっちゃいますけど、ケースとしても非常に使いやすい作りになっております。でそろそろ多分みんなランキングを知りたいと思うので、そうだよね、これはね、私はちょっと出ていきたいと思います、はい、退出します。ではファンさんからランキングの方お願いします、はい、かしこまりました。ではですね、昨日のモンフェスでランキングを知ってるという方もいらっしゃると思いますが、一応おさらいのためにご紹介しておきます。まず1位がルシファー、神化ルシファーですね。村井さんの予想が大当たりという結果になりました。そして2位はこちらも神化のさくら。なんかパープル系が、ピンク紫系がワンツートップになりましたね。そして3位がマミルパン推しキャラ、天草四郎でございます。そして4位が
ウンディーネ、ここもなんか青で続いてますね。そして5位が茨城ドッジという結果になっております。どうでしょう、あなたの予想は当たりました？推しキャラはランクインしましたでしょうか？で、今回のこのモンスト総選挙ケースなんですが、うん、iPhone6 Plus 6、5、5S 用と揃っています。なんで3、5、15パターンあるのかな。しかも背景、あの iPhone の色が透けるので、うん、組み合わせる iPhone によって もう全然印象が違う、うん、自分だけのオリジナルみたいな感じになります、うん、で iPhone6 と6 Plus はですね、ストラップホールもついているので、うん、お気に入りのチャームと合わせて楽しむことができるようになっております。はい、もう一個あるんですね。あー、それじゃこれね、はい、いいよね。このモンスターストライクフェスティバル、うん、モンフェス2015のモバイルバッテリー、かわいい、かわいいよね。これもですね、同じような、ね、マットな感じ、マットな感じだ。そうそう、結構軽い、軽いんですよ。で、何ミリアンペア？4400です。なんで、で 2.1 アンペア出力できるので、iPhone 6、6 Plus にも対応。6で 1.5 回分くらいかな、充電できます。はい、元はあの暖房バッテリー作ってるチーノさんのバッテリーなので、品質は折り紙付き。ちょっとね、インジケーターで逆さ。ちょっと。ね、残量も見えるようになっております、うん、結構ね4400で容量的には十分なんですけど、うん、手のひらサイズのコンパクトな、カードサイズよりちょっと大きいぐらい、厚み1センチぐらいかな、うん、のコンパクトなバッテリーになっていますので、うん、昨日モンフェスでね、ゲットし損ねたという方はぜひ、うん、アップバンクストアの EC サイトの方でも売っておりますのでチェックしてみてください、うん、はい。でこの細かいイラストのディティールなんかは全部記事の方で写真でお見せしますので、うん、概要欄のリンクから記事を見に行ってみてください、はい、そして記事を見に行った後はぜひコメントも残してください。毎日1名様に素敵なプレゼントが当たります。でこのモンスターストライク総選挙ケース、うん、この動画が公開されたその日の夜には、うん、アップバンクストア新宿の2階で試せます、うん、触れます。実際に色味とかイラストのね、このプリント具合とか、うん、好きなキャラクターのケース手に取ってチェックすることができるので、うん、新宿のストアに行けるよという人はぜひ実際行ってチェックしてみてください。今日ご紹介したのはこちら、うん、第3回モンスト総選挙ケース。華やかだね、なんか華やかだ、並ぶとね。あとね、露出度が低いっていうのもでいい。露出度高すぎるとみんなね使うとき恥ずかしいんだって。あ、そうなんだ、まあ、確かにそうか。ちょうどなんか手のひらに隠れる位置にうまくイラストが収まってるからね、外でも使いやすい感じになっています。自分のおしめのケースをぜひぜひ使ってください、はい、画面いっぱいいっぱい今日はこちら第3回モンスト総選挙ケースでした。また明日。ご視聴ありがとうございました。毎日夕方5時の更新、今日のアプリ、今日のアクセサリー動画はアップバンクでも同時に記事が上がっています。ぜひ合わせてご覧ください。さらにアップバンクの記事では、下にコメントがあります。そのコメントをしていただくと毎日一人素敵なグッズが当たるかもしれません。要チェックです。ではまた明日の夕方5時にお会いしましょう。引き続きアップバンクをよろしくお願いします。バイバイ。